アニメイトタイムズをご覧の皆さん、こんにちは。声優の小林雄介です。今回は小林特集第2回目ということで、今回は作品についていろいろお話をさせていただきました。まあ、現在放送中のものですと、ブブキブランキー星の巨人、あとは作アニメのデイズ、商売録ですね。現在放送中のものから過去に演じたいろいろなキャラクターの作品についての話を、まあ、いろいろ事細かにしておりますので、ぜひ楽しんでいただければ嬉しいなと思います。学生時代に1日だけ戻れるなら何をしますか？1日だけか。いい縛りだな。まあ1日では絶対無理ですけど、制服デートしてみたいですよね。僕らの高校男子校だったんで、そんな夢のないとか言っちゃった、もう男臭いことしかなかったので、まあ、頑張って1日で彼女を作って、1日だけでいいからデートさせてくださいって、デートできたら嬉しいな。以上です。バイバイ。